はい、どうもこんにちは、ラメージマギロユでございます。ラプソドクスイヤ名前言ってないの。言ってるわ、言ってるかすかに言ってる。さて、はい、本日訪れるのは、はい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 、みんな大好き、甘です。あ、甘ね。甘といえば、そう、関西人だけにしか伝わらないと思いますが、ダウンタウンの出身地、甘崎でございます。そういう認識なよね。地球規模でここらえん、ここが天ヶ崎やで、うん、ダウンタウンの出身地、天ヶ崎で、なんかね、天ヶ崎って言ったらみんな大阪やって思う人多いらしいんですよ。あ、そうなん。これ調べた情報、うちは関西人やから、兵庫っていうの知ってるんですけど、これはもしかして兵庫、神戸みたいな、そういうところと天ヶ崎が一緒と思われたくない、思いたくないという精神から来ている可能性があるのではないか。出身地を聞かれたら、兵庫出身ですと言わずに、神戸出身ですというのは兵庫あるあるです。ネット情報と実は、いや、なんか天ヶ崎の人イコール面白いみたいにくくられてるらしいにゃんか、うん、だから大阪っぽい感じってことだろ。そう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 。ワンちゃん、ワンちゃん、バイバイ、ゆっくり渡ります。ゆっくり渡ってね。で、ということで、わざわざ天ヶ崎に来たということは、もしかしてこれは激安のたこ焼きを買うってことですか。そう、ダウンタウンに行ってます。おらんで、多分全然おらんと思う。天ヶ崎って言ったら、以前激安たこ焼きとか、なぜかタダでもらえる貯金箱とかあれなんだよな。なぜかタダでもらえちゃってるからな。うん、まあ、使ってるしな、俺普通に。安いイメージがあるんですよ、天ヶ崎って言ったらね、はいはい、本日2回目の餃子自販機に行こうと思います。あ、餃子行くんです。びっくりした。第2回目のつとか、またあのおばちゃんとこ行くんかと思ったまあいいけどな、それも。またおばちゃんとこ行ってOK バイクなってるねって言われた後に、貯金箱のとこ行って、もう一回知らんけどって言われるっていう。それでは関西本場のお手本、知らんけどをお聞きください。なあ、でも鹿はね、神様のお使いです。鹿を殺せば死罪ですね。朝起きてね、今鹿が死ぬと、その鹿をこそっと横に動きますね。罰金は3問ですね。それでも3問早かに長くします。だから早起きは3問とこと言います。知らんけど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 は言う言葉ですよ。要はそこで終わったね。以前京都の餃子自販機行ったじゃないですか。まあ美味しかったんですけど、はい、でもちょっとお値段が、まあそうやね、1500円。そう、中身もプリプリやったしね、もう誰も問題ないんですけれど、さすが天ヶ崎、それよりめちゃくちゃ安い餃子があるそうなんで、値段で勝負やで、天ヶ崎は。まあでもありがたいことやからね。そう、安いは正義みたいなとこはあるやん。うん、まあまああるっちゃある。まあ、ちなみに前の餃子1個80円ぐらいやけどね。え、そうなん。だって20個入りやろ、あれ20個入り1500円やったっけ。やもう286やん。うわ、計算早っ。今回それよりも安い、1個70円よりも安い。いや、でも今うち計算できてなかったから、もしかして計算間違ってるかもしれん。え、どういうこと、高いってこと逆に。うん、逆に新しいな。逆に高いかもしれん。ここまで言っていいって逆に高かった、逆に面白いけどね。金額的にはすごい何百円とか、あ、安いなーっていう感じするかもしれないけど、1個しか入ってないとか。あ、1個だけ、うん、1個売り。え、でも自動販売機からさ、うん、餃子1個だけポーンって出てくるの面白くない。ポーンって餃子みたいな。いや、そのサイズじゃない、こんぐらいのは食うやろ。うん、あ、もう。でも俺聞いたことあるけどね、昔会社の人に、店でタバコ1本から売ってるし、靴も片方買える。どこよ、それ天ヶ崎で。あれ、ちょっと待って、西成か。西成やったらちょっと納得いく。ちなみに西成とは大阪市の南西部に位置する行政区。各種類の密売や路上での闇市、ゴミの不法投棄など、日本最大のスラム街と呼ばれてるカオスな町やで。ネット情報より、以前動画でも愛林地区へ行ったことあるけど、確かに怖かったな。え、でもマジでこれはもうほんまに70歳ぐらいの人から聞いたから、それ見た人やから、ほんまに見た人やから。こう、あ、現役の人。現役とは言わん聞いた話とかじゃないから、聞きずったって話じゃないから。なるほどね。あの、その人が実体験を、その人の実体験を俺が聞いただけやから、直やから、うんうん、ほぼ直伝いね、うん、誰かが言ってたとかじゃなくて、もうその人がちゃんと見た情報ね。 その人のもう経験。まあ、じゃあ果たしてでかい餃子が1個ボロンと出てくるのか、それとも本当に激安の餃子が買えるのか。我々自販機業界のね、方々の間ではもう業界用語となってしまっている土左衛門ですかね、今回も。もしかして。違う。なんかの話。土左衛門じゃない、あかん、そんなこと言ったらあかん。ドヒエモンですかね。そうです。
あ、今回もドヒエモンなんですね。まずドヒエモンです。あの冷凍食品を自販自動販売機で販売することができる自動販売機ドヒエモン。いやドヒエモンには本当に世話になってますね。いろいろな場所で名前考えた人俺拍手送りたい。いや送れるな今でも。だって冷やすっていう冷えるっていう感じも入れつついろんなもんがこう入れれるわけやん。冷凍食品なんでもそれがこう出てくる4次元ポケットみたいな感じの掛け合わせたんかは知らんけど意味をなくしたネズミ、うん、すごいオブラートに包んだな。意味をなくしたネズミ、意味をなくしたネズミ、意味をなくしたネズミ、ここら辺の商店街の中にあるそうなので、うん、あそうもうそろそろ着きますよ。全部閉まってるけどね。どうこれが尼崎の商店街とやらですけど、まだちょっとねあの時間の都合上、うん、シャッターが閉まってるのか、うん、もともとシャッターが閉まってるのか。いやちゃんとこれ時間の都合やろ。歩くちょっと不安になってきたぞ。とりあえずここら辺なんですけどね、止めさせていただいてですね。えマジでない？あったあったんあった。おしっこをかけないでください。それ人に言ってる。しょお前に言ってる。おしっこをかけないでください。地獄。あ、カメラついてるって。うちおしっこしてそれおしっこしてやおいちゃちょっとしてもう一回。なんでやねん食べてるせいじゃろ。おしっこサムネ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 自分でやったっけ。サムネサムネひゃーどこでもこれがね、あのドヒエモン。お前ドヒエモンドヒエモンね。うんうんうん俺には刺激強いな。おいしそう。ちょっと待って、これは値段これですね。25個入り550円。税込みということで。あれ？ちょっと大根の鍵抜いてくの忘れたけど、まあいいか。俺は抜いたよ。ここ尼崎からマジで抜いてなかった。こうやって。自動販売機数量限定で生姜餃子、うん、普通の肉餃子。でも国産豚国産野菜 100% で。お、もういいよ。で安いの買いに来てんか。安いの買わないと。これえ？これ醤油ラーメンとチャーハンセットやって。え？安くない？安いわ。これも自動販売機数量限定。醤油ラーメンとチャーハンセット。一緒やんこれとこれ。え？これとこれ一緒。こっちはイラストつけてくれてる。エビ餃子もいいな。エビ餃子と肉餃子買う？いや俺エビはいいわ。で、これ一個だけ買ってみる？うちチャーハン食べたいから。あ、じゃあ俺ラーメン食べる。それいいね。1000円札までしかね入らないんでね。注意が必要ですよねこれ。あ、そうですね。5000円。1万円無理ですね。3番。3番。カート。カート、え、見て、豚さんいらしてんねんけど。じゃあラーメンは何になんやろ。確かにな。ラーメンマンかな。8番。ん何やこれ。これどっかの国の国旗ちゃうか。はいはい。突き指したで俺。うん。2個買ったよな。2個買った。1個しか出てへんで。え今ほら、なんか読み込み中。もしかしたら人間入ってるのかもしれへんな。あれじゃない、詰まるからさ、調整してくれんじゃない。天才じゃないそれって。感じそうみたいな入っててさ、はい、太郎の、はい、頭に収納。わぁ、買いましたね。見て餃子プリプリやん。しっかりしてるね。見た目は前のやつと変わらんけど、入れ方がすごいね。うん、なんか尼崎って感じでいいね。はいはい、これチャーハンだね。え、ラーメンチャーハンセット激アツやな。あ商店街に響き渡るくしゃみ。ちょっと待って、ちょっと取ってもらっていい？え、うちこれめっちゃファンやねん。どういうこと？え、このでかさ。それにファンとかあるんや。これ高速道路に置いてるやつやんな。ああ、まあ確かにあるね。これ買おうと思ってんねん将来。やめてくれ。あ、ということで合計1100円でございました。餃子とラーメンとチャーハン、これで1100円。食べていきましょう。食べていきましょう。ゴー。ほらスープ、ほっ、え、このセット激アツじゃない？うん、まあまあ量あるよね。え、あー中華そばっすね。チャーハン美味しいな。あ、ほんま美味しいよ。美味しいよな。うん、続いて餃子でございます。凍ったままって書いてるから、うん、そのままいかないと。凍ったままいかないと。もうなんか大きい塊やけど、これいける？このままいけるの？野菜炒めも作りたいしね。あ、ちょっと開けてもらっていいですか？珍しいとこ。なんか肉の塊みたいになってるけど、なんでこんななんやろう。